2024年2月21日水曜日午後6時の日刊生放送が始まる。2024年2月2月21日水曜日午後6時の日刊生放送が始まるんだってさ。始まったっていいじゃないの。あなた方いやー、なんかね、なんかツルツルっと滑って、ああこれ先週の教訓では、私の顔が隅っこにあるようにして動かない状態が続くと、その後ろの方も焦点が合うっていうので今やってみてるんですね。私の顔がこの半分より隅っこでこのまま動かないでいたら、後ろの方にビューッと合ってくるんじゃないかさあどうでしょうか。楽しみですね。それでですね、これの話をしたわけだ。で、石破茂五郎がすり上がってきました。これを早速その発送する作業っていうのをしないといけないわけなんですね。発送する作業ですね聞いてる人は発送ってな思うんですけど、こんなベタなダジャレをね言ってるわけではございませんけども、まあ前回って言ってももう2020年、これの初版を出したのが2020年に出したんですね。で、その際その全国100カ所ぐらいの、いや、その時じゃなくて、その次かな。2020年の時点では、発送しないで、もうちょっと後になってから発送はしたのかもしれない。なんか記憶があやふやですね。発送の時なんか当てにしてたことが、初版の時当てにしてたことが、外れて出したのは出したけどみたいなね形になったっつうことがあったかもしれない。でももう3年4年前のことって遠い記憶の彼方っていう感じになってね、月日の経つのが本当に早いですね。さすが数字がついて見に来てくださった方が、でピントがまだ後ろのピントね合わないね。これ、Facebook の中の人、後ろの方までピントが合うようにしてください。あるいは、足も覚えたらね、足さんも覚えてないっていうことなんですね。で、何の話しようとしたんだっけ。次日が経つのが早いっていうのと、ピントが合わないっていう話と、ピントが合わないっていう話と、ね、画像のピントが合わないから、話の内容もピントが合わないっていうような感じでね。で、これ、新しい第4版、これは、まあ、一番最初に、その、出版社の断り書きを書きました。断り書き。ね、発刊の字。だからこういうところにこういうの普通来ないんですよ。だからもう私の方は本っていうセオリーから言ったらもう外れ物っていうか異端本界にあっては異端なんですよ。やっぱり私クリスチャン新聞といえども新聞上がりですから、感覚がねそういう感覚なんですよ。レイアウトとかその出版物っていうものに対する感覚が。だからこれも何年間石破五郎みたいに1年に1回ぐらい石破五郎最新刊にして出してんじゃないみたいな感じの勢いになってきましたけど、まあこの第4版発刊の字っていうのはですね、この小冊子を上司する理由は石破茂議員の政治信条全てにおいて賛同するからという
わけでもありません。これこういう文章、こういう言い回しってね、あんまりしないんですよね。まあ、するとしたら編集後期みたいな部分でね、まあ、そういう文体でも許されるかなっていうところでやるべきものであって、こんな一番巻の一番最初の断りが決めたところはもっときちっとしたね文でないといけないんですけど、まあそこはそこ、石破茂議員の政治信条すべてにおいて賛同するからというわけでもありませんってわけでもってこうもう入れてですね、だから全部反対するわけでもないけど、全部賛成ってわけでもないよっていうね、そういうことで、まあそれは当然のことだ、人間100人いたら100の考え方があるんだから、全てのことについて全部同じなんてことはねありえないわけで、うん、でその次、じゃあなんで出すのっていうのが書いてまして、理由が書いてまして、まあ石破さんの政治家としての姿勢が自分のお友達の利益追求ではなく、名もない多くの国民を、名もない私たちみたいなね、名もない多くの隣人国民を隣人として愛しっていう、ここが大事なんですよ。名もない多くの国民を隣人として愛し、だから安倍さんとかの姿勢はお友達だけ優遇ね、国民は税金払うだけの人みたいな感覚にどん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 なってね、能登の大震災起こってすぐ誰か飛んでいくわけでもない、行政の人がね、あるいはボランティアに行くなっちゅうて、あれ県知事もひどいよね、うん、石川県知事で、山本太郎が言ったらみんなでカレー、地元で出されたカレー食べたってボコボコ叩くって、ちょっとクレイジーだよね。これって森元首相の選挙区って石川県じゃね、森さん何やってんのって誰も言わないって何なんでしょうかね、メディアがね黙ってるって何なんでしょうね。これうがった見方をしたら、うん、なんか地元でね、その選挙から出たい人がボランティアでバリバリ活躍したらそっちの方が人気が出て俺が落ちるからみたいな、そういう考え方があるんじゃないですかってちょっと言いたくなりますよね。これパーッとこう空気に消えていく日刊生放送だから言っちゃいましたけど、どうでしょうか、何パーセントかでもそういう要素ってないでしょうか。山本太郎みたいな人はいち早く行ったら困る方たちが与党の側にいるんじゃないですかね。そう考えると石川県の人たちもなんか自分たちの代表を選んで、こんな時にも役に立たない、こんな時にも役に立たない人を選んじゃってたで、ようやく気がつくのかな、気がつかないのかな。まあね、この生放送はあんまり聞かれてませんから言いたくて言わせてもらいますけどね、石破さんは名もない多くの国民を隣人として愛し、その幸せを図りたいと願っておられ、能力もあると考えとしか言いようがないですよね。さらに主イエスキリストにあって兄弟であるからです。もう今回割とね、ずけっと書きました、言いたいことね。その石破さんを文字通りの意味での祈りを持って支えることが当然のことだと思い、そのためこの冊子、小冊子は2020年の初版以来第4版に至っております。この書き方はなかなか手だれた文章でね、プロの文章ですよ、自分で言うのもなんだけど、うん、第32ページ掲載の祈りの言葉をお読みくださって胃をお汲み取りくださり、うん、森元首相は今出たら裏金問題で叩かれるから隠れてる、まあ、隠れてるのはいいけど、ボランティアに急いで行こうっていう人の邪魔までするなよって言ったよね。まあ濡れ衣かもしれませんけど、でもまあ理解に冠を立たさず、そう思われても仕方ないねっていうような状況ですよね。うん、32ページの祈りの提言をお読みくださって、
意をお汲み取りくださり、実際に祈ってくださることをお勧めします。だからこれはもう実際に文字通りの意味でね、イエス様のお名前によってお祈りします、祈ってくれそうな人にもうピントを絞ってペペペ100ぐらい送ります。具体的には超祷会っていうのがあるんですよね。朝に祈祷の祷に会に超祷会で、全国にまあ加古川超祷会とか高層超祷会ってあるわけでね、それのまあその場所住所ね、のリストを極秘裏に手に入れましたので、前回送ることができた、今回も送ろうと。で今回はその祈りの課題を前回は別の紙にすってしたのよ。もうこれは今回はここにもっと活字が大きな字でね、これが見えやすいようにして、でこのブドウの房がなんか素敵でしょ。で裏表紙がこれがカラーっていうことですよ。カラーっていうことですよ。石橋茂五郎、このブドウ、主はブドウの木、私は枝です、いつも離れずに、こういうね賛美歌ワーシップソングがあるんですよ。主はブドウの木、私は枝です、豊かな実を結ぶ、御言葉に御言葉にとどまり、愛に愛に生きるなら生きるなら、この世はこの世は知るでしょう知るでしょう、主の救いと癒し、こういう曲があるんですよ。主はブドウの木、私は枝です、豊かな実を結ぶ。だからブドウっていうのはキリスト教においては非常に大事にされているメタファーでありまして、ブドウね。でイエス様は、私は誠のブドウの木、あなた方は枝です。うん。でその心は枝に幹か、ブドウの木、うん、枝、うん、幹、その木があって、木の本体に枝がつながって、そこに実がなるわけだね。だからあなた方は枝です。そうか、枝って、そうね、そういうことなんですね。だから実を結ばせるのは我々で、幹に直接はブドウはならないっていうことですね。そういうことなんですね。だけどその要件として、ブドウの木であるイエス様にピッとつながってる、有機的につながってるっていうことがいかに大事かっていうことを歌った賛美歌ですね。うん、これブドウは養分が木の本体から枝の方にやってきて、枝はその養分を実に流して、甘い美味しいたわわなブドウの実が実るね。そういうブドウの木と枝と実の関係性っていうのをイエス様は巧みに用いて、私は誠のブドウの木で、あなた方は枝ですっていう例えをなさった。このブドウっていうのはとっても大事なねことですけど、その実を結ぶっていうことは期待されてる。でも日本の教会はたくさんの実を結んできましたよ。たくさんの実を結んできたけど、なんかもう一つ、まあ学校ミッションスクールも作りましたね、福祉事業も作りました。でもなんていうかね、一言で言うと公共性ね、社会の分野で、そのだからその代わりにっていうか、まあ創価学会とか統一教会とかそんなんばっかり出てきてね、まあ実を結んでるということ。キリスト教何やってんですかってもう聞かれもしないこんな日本のキリスト教に期待したってしょうがないよってなもんでね。
でもそれでいいんでしょうかっていう問題意識を持ってないと、次の世代、また次の世代っていうことに期待をしないとね、いけないわけですから、で私、その、公職にある兄弟姉妹のための取りなしの理、昨日もちょっと披露しましたけど、このデューラーの祈りの手、これね、手が2つ、これ珍しいんですよ。ネットでいろいろ探してたら、この、こちらから、皆さんの方から見て、左の方に映ってる手って、これはよく見るわけ。で、右の方の手って、これ珍しいね。で、二つ並んでる、これとっても珍しいので、いい図案だなと思って。か、もう一つは、これはウィリアム・ブレイク。ウィリアム・ブレイクの、この何?地の元いを据えるもの。ちょっとタイトル違いますけど、私は勝手につけて、ね、神様がコンパスをね、地に向かって、地となるべきところに広げてっていうような感じの、まあ、ウィリアム・ブレイクが描いた。ウィリアム・ブレイクってなんかすごいね、パーッと映像が頭に浮かぶタイプの人だったらしいです。ちょっと調べると。ね。で、妖精みたいなのが見えたりとか、見えちゃったりとか。そういう人時々いますよね。うん。エルフが見えるとか。ね、そういうウィリアム・ブレイク。で、ウィリアム・ブレイクのことを昨日一つ言いかけて言い忘れてたのが、彼は教会とかキリスト教にすごい反発してた。ね、産業革命ですごい民衆が苦しんでるのに、ね、キリスト教会知らん顔してる、済ましてる、ね、教職者連中なんかなおのことって、まあ、軽蔑して、だから坊主憎けりゃ今朝まで憎いで、そのキリスト教をまあ、神様イエス・キリストまでまあとばっちりを受けてウィリアム・ブレイクに嫌われるということになってたんだけど、晩年の方にね、夢の中でイエス様がウィリアム・ブレイクに現れてくださって、夢でね、イエス様が、だからパウロもすごいイエスのことを迫害してたのに、パーンと光に打たれてね、圧倒的なこの尊厳、もう自分が礼拝すべき相手、主よあなたはどなたですかって思わずパウロが聞いちゃった。そしたら、私はあなたが迫害しているイエスである。あなたが迫害してる、パウロが迫害してるのはクリスチャンですよ。イエス様が救い主だ。そのイエス様は救い主の十字架のおかげでね、その御業のおかげで私たちは父なる神様、全地を作られた創造主なる神様を父として祈ることができるんですね。主はブドウの木じゃないけど、生命的につながってることができるんですね。そういうクリスチャンの人たちをパウロは迫害してた。でもイエス様の方は、神様の方は、それは私を迫害してるのである、それは私を迫害してるのであるってね、イエスはパウロに言ったわけ。だから、主はブドウの木、私は枝です。ね、イエス様が、私は誠のブドウの木、あなた方は枝ですっておっしゃったことの深い意味がね、ここにも表れてるわけであって、クリスチャンを迫害するっていうことは、イエス様を迫害するのと同じだよ。っていうふうにね、トゲのついた棒を蹴るのは痛いだろう、パウロ。ってそこまでイエス様もおっしゃったわけですね。それでパウロはまあクリスチャンになっちゃったわけですけども、ウィリアム・ブレイクの場合はまあ別にそんなパウロみたいなあれじゃない、まあそのイギリス社会ですから、建前上はまあキリスト教ですねってやっとかないとね、仕事にならないからあれですけども、心の中ではキリスト教なんでね、全然貧者のことも顧みずね、困ってる人の助けもせずねと軽蔑すごいしてた。で、ついでにイエス様のことも父なる神のこともそんな連中の信じるものなんてと思ってたのが、イエス様ご自身がウィリアム・ブレイクに夢の中で現れてね、私が十字架にかかってね、全ての人類の罪の贖いをした、この贖いの教えはね、これは本当だよって言ってくれたんだって。ちょっとね、ブックマークつけてなかったんですけど、どなたかがネットに書いてました。これ、天気を探さないといけないんですね。
だからウィリアム・ブレイクはキリスト教を軽蔑してたんだけど、イエス様ご自身が夢の中にね、もう画像映像をパーッと見るウィリアム・ブレイクにイエス様あられてくださって、ね、私が十字架にかかって、ね、お前たちの身代わりになった、ね、その教えは本当のことだよ、お前が気に食わない教会で言われてることだけどそうなんだよっていうふうにね。でブレイクもそれを信じるということになった。これがどっかに書いてました。で公職にある教団だから、あ、それを言いたかったのが言い忘れてたってことですね、昨日か一昨日か。公職にある教団で、まあこれの本のね中身、これがですね、まず表紙でしょ。で今回は共に祈りましょうってつけました。前回は地の塩ここにありって書いてあったところに共に祈りましょうとしまして、でこれさっき申し上げたこの発刊の字、石破さんの言ってることやってること 100% 賛成っていうわけじゃないけど、こういう理由でこの本出したんです。入りまして、で目次があって、目次がね簡単な目次にしました。それからその次が私の政治信条と聖書、だからこれはスクリーンに映ってる石破さんなんですね。石破オンスクリーンってで手前にはこの大スクリーンを見てる人々ね、日本国家祈祷会括弧大阪で開催でのビデオメッセージ、これが2023年になされたもの、その内容をそのまま収録したという非常に貴重なものでございます。でその中にですね、鳥取教会っていうのは旧組合教会系の教会で、そういうこともね書いたんですね。永田善治牧師より洗礼を受けて、永田善治って誰？これがですね、鳥取教会は熊本バンドの連中がね、京都でね、鳥取の出身者がいたわけだ。それで、あ、わかった、国教伝道だっていうようなことで義を持って助太刀出すっていうことで、鳥取に熊本バンドの連中が行って鳥取教会っていうのができたね。それから次日が経って1916年大正5年にアメリカンボードの女性宣教師ですよ、女性宣教師エステラ・コーっていう人、エステルでしょうね、美女だったのかもしれませんね。エステラ・コー宣教師がやってきて、ほんで自宅で聖書研究会やるとかね、それから鳥取高等農業学校、鳥取高等農業学校、そういうところで聖書研究会開いて、そこからイエス様信じてクリスチャンになる人がたくさん起こされたっていうんですね。でその中で後で牧師になるとか、キリスト教教育に直接携わるとかね、そういう人も出て、結局彼らのことはね、鳥取バンドね、だから札幌バンド、横浜バンド、熊本バンド、まあそれにあやかって鳥取バンドっていう名称があってね、その流れの中に石破さんっていうのはいると言える。大元は熊本バンド。まあ、大元の大元はイエス・キリストなんですよね。イエス・キリスト。もうそれオンリーですよ。それで、この永田善治っていう人はね、その鳥取バンドの連中が、大正14年、1925年、北炭大震災っていうのがあったんですよ。大変な被害があったみたいな。豊岡とか、ね、城崎とか、それで救援隊を熊本バンドの連中が組織してダーッと救援に駆けつけたわけだ。でそこで、まあ、自分たちがやってる活動の根拠っていうことですよね。イエス様はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとおっしゃったわけだから、そういうことが根拠なわけだ。イエス様は困った人のためにしてくれたのは私にしてくれたのと同じですよというね、根拠は結局愛っていうことですよ。で、それをその現地でも聖書をまあ自分たちの霊的養いのために開いたのか、求めがあって聖書の話もしましょうということになったのか、その際聖書に触れて入信した男が永田善治。だから石破さんが防災省を作ってね、もうその縦割り行政の弊害を破って、もう防災っていうことを一本でね、それを専門にちゃんといろんな蓄積をしてね対応できるようにする
防災省を作りましょうってずっと言ってるのは、こういうルーツもあるっていうふうに読める。そこまでは指摘して書きませんでしたけど、読むもの悟れっていうことでね、書いてるわけですね。これで24分。それからもう一つ私が正し書き書いたのが、金森通林先生、金森通林先生ね、回顧録ってのがあって、で石破さんもビデオメッセージの中でこの回顧録の表紙ね、この金森のおっちゃんの顔を見せながら、まあどうもしょうがないおっちゃんやったとね、なんかいません人とか、まあ何にしても変わった人であったようですっていう石破さんのまとめ、変人、ストレンジパーソン金森、いません人とか最後はね呼ばれて、でその消息を私それらに書いてですね、まあ新島城先生からは一時期ね学長代理とか金森くんがやってるけども、今はの際にね、まあ金森くんはどうもね才能もある、弁も立つ、しかしなかなか徳がないのであるなどと新島さん、これはね石破さんの講演の中でおっしゃってたんですよ。私が書いたんじゃなくって、金森くんはなかなか徳がないのであるって新島先生に言われちゃって、だから後継者には結局ほんのわずかしかならなかったそうであります、で石破さんのね自分のひいじいさん表ですよ。それでまあ石破さん4代目っていうことになるんだけどね。でその金森通林さんの人生、まあもうキリスト教、日本キリスト教史に関心のある人だったらもうほとんど知ってるような話しか書いてないんだけど、まあ金森、あの新島さんにそう言われていろいろ働きして、で一時期帰教、キリスト教もやんぴって降りた時期がある。まあ明治時代ですねっていう話だね。で貯蓄奨励運動などに没頭していたこともあった。しかしその時は妻の奥さんの死に際し、永遠というものを垣間見ね、永遠の層に生きるっていうラテン語があるんですよ。ちょっとスラスラっとスランジることはできないけど、永遠の層に生きる、大平さんもそういうこと言ってましたね。永遠というものを垣間見た愛妻の死を通して、うん、目には見えないが永遠に価値ある無限のものに生きる、目には見えないが価値ある永遠のもの、無限のものに生きることに目覚めた、そういう生涯であったと慶和学園大学元学長の北垣総司氏は指摘しているという文章にしました。ネットで見つけたんですよ。同志社のチャペルで北垣総司先生ね、同志社のご出身なんでしょうかね。でそのまあそういう系列でもないですけども、慶和学園高校までしかなかったのを2000年代に入ってからかな、大学まで設立して、設立するときに散々苦労した、人の大事さだから新島先生のこの業績の大きさ、そしてまあ金森さんっていうものを、そういう、まあ、愛のある視点っていうかね、あのチャペルで一番最初にそのことを語って、その後他のエピソードを言ってるんですって。で他の連中のこともね、うん、永遠というものを垣間見、目には見えないが永遠に価値のある無限のものに生きることに目覚めた生涯だったという金森表でね、石破さんはその部分で、それを大事にしていただきたいという思いを込めてですね。でそれの次は石破茂五六で、初版からずっと抜粋ですよ。でこの中にはまあこういう石破さんの大写しの写真とかですね、それからこれは懐かしの大平さんですよ。大平さん、大平さんの写真パネルに見えるね、あの石破さんで、ここに QR コードをつけて、私たちはもっと大平さんのために祈るべきだったっていう私の栗時旅との文章を読んでいただけるように、そういう仕組みになっているっていうことですよ。それからついでに2022年に石破さんが有名な出版社から出した異論正論という本があって、その中身ですね。そして祈りの課題で、祈りの課題に関しては昨日か一昨日だいぶ言いましたけども、そのちゃんとしたものがちゃんとしたポジションについて力が発揮できるようにって、
これはもうダイレクトに父なる神に願ったらどうかっていうね、これを露骨に書きました、今回は。だから文字通りの意味で祈るっていうタイプの人はこういう問題は祈らない、でこういう問題に関心のある人は祈りをしない、こういうパラドックスがあるわけですよ。そうじゃなくって祈る人に本当にこういう問題祈ってほしいという私の挑戦でこれを出したってですね。でお聞きになっているあなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますよ。お祈り申し上げつつ3秒過ぎてしまいました。競馬学園というコメントね、煩悩とも聞いていただきましてということで失礼します。